どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。今日はね、こちらオーディオテクニカさんのワイヤレスイヤホンですね。 ATHCKS990BT、 こちらをゲットしたんでね、紹介していくっていう、もうシンプルなザッツオールのね動画なんですけれども、なんでこれゲットできたんですかっていうことなんですけど、これすごくて、実はあの演劇公演ブルーの時にこれのちょっと1個前のモデルをいただいたんです。実はありがとうございます、その説は。で、それ壊れちゃって、これさ、もう前 YouTube やってる人、まあ、そうじゃない人もみんなそうと思うけど、もう前イヤホンってやっぱ毎日使う、編集でも使うし、ね、音楽聴いたりするし、電話もするし、でね、Bluetooth イヤホンってもう一回使ったら絶対に帰ってこれないのよ。もうね、有線を使えなくなっちゃう。いや、もちろんね、使えないって言ったら使えるんだけど、もう壊れてなければ使えるんだけれども、もう手放せなくなっちゃうのよ。でさ、壊れちゃったからね、まあ、この前動画でも説明したけど、紹介したけど、このね、なんか2、3000円で、これ買ってね、なんかこう磁石でくっついて、首でこうパチってなったりして、これすごい使いやすくて、もう音も悪くはない。だけど、やっぱちょっと、音がちょっとな、まあ悪かないけどなーっていうぐらいっていうのと、たまにちょっとね、切れるんだよね。プツプツ。あと2台しか繋げなかったりとか、まあいろいろあるんだけど、何よりやっぱりオーディオテクニカの音良かったなーと思ってたらね、1年保証、保証書があって、それがまだ切れてなかったんで、それ持ってったんですよ、お店に。そしたらなんとね、僕が使っていたやつは、もう販売が終了しているということで、後継機種。合ってる日本語の、これを新品をいただいちゃったんで、これは紹介していこうということで紹介していきましょう。イヤホンってね、まあ音楽聴くじゃないね、音楽っていうのはもうその日々の支えというかね、ね、その何救いますから人ということでね、こちらにまた救っていただこうと思ってるわけで、早速じゃあ開けていきたいと思います。いやー、新品のこういう電化製品ってさ、ただ嬉しいよね、本当に。じゃ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 、かっこよさそうですね。あ、こちら袋がついてきました。イヤホンポーチみたいな。さあ、何が入ってるのか、ちょっとポーチの中から見ていきましょうか。とりあえず使い説明書。充電する USB ケーブル。イヤーパッド。で、中は以上で、これ、あとはもうこれですよ。いやー、嬉しいね。やっぱイヤホンって本当に毎日使うからさ、嬉しいですよね。開けていきます。シュッ。これがね、あー、そうそうそう、この感じ、この感じ、前のね、前回のやつにも似てますね。この首に当たる部分のところですね。今回は形がまだちょっと違くてね、早くお見せした。いや、いいじゃないですか、かっちょいいじゃないですか。こう来るわけですよ。はい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 、カチッときますね。前のオーディオテクニカさんの時はここの部分なかったんですよ。ここの部分わかります？もうちょっとアップで見せていきましょうね。右側のデザインは外側が、あ、ピカピカでかっちょいいですね。内側になんとここマイクと電源がついてると。で、左側には曲を戻したり音量上げたりね、コントロールキーが真ん中にあったりして3つボタンがある。これやっぱね、前も思ってたんだけど、これここがね、すごいオーディオテクニカ使ってる人は分かると思うんだけど、安定すんの。これ何してもこうあんまり動かないんだけど、でもあんまり俺ここがごっついやつはあんまり好きじゃないの。でもこれはさ、ここだけで、ここだけでこう、ここだけで止めてくれるから、デザイン的にもさ、ね、オーディオテクニカさんだったらなんかね、電車とかで見られてもさ、お、オーディオテクニカじゃんってなるでしょ？まあよくわかんないかもしれないけど、いいんだよね。で、コードがあって、ここがあんまりごっつかったら嫌だなと思ったんだけど、これ、つけてみた感じ、これ全然 OK だよね。で、あと、マイクもさ、なんつうの、こう自分で手で持ったりこうしなくてよくて、まあまあ、ここに今回マイクがついてるから、イヤホンをこう、ね、早速つけてみようかなと思いますけど。あ、かっこよ。何このデザイン。ちょっと見て、何これ。かっこよ。ここ何この、これ、かっこよ。かっこいいっすね。これもう比べてみるとすごくわかりやすいんですけどね。いいやつってちょっとね、ちっちゃいんですよ。ちっちゃいのに音がいいっていうね。で、またフィット感もやっぱりね、ちょっとお金張ってるやつのがやっぱりいいんですよね、デザインもね。早速、ちょっとつけてみたいと思います。あ、そう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 、これ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 、これこれ帰ってきたね。オーディオテクニカさんの Bluetooth のイヤホンってさ、ゴテゴテしてなくていいよね。ちょっと早速オンにしてみようかな。あ、デレレレって音が鳴りました。これ多分もうすぐ使えるんじゃないかな。お、出てきましたね。出てきました。見えますでしょうか。これですね。この
ATH うんちゃらってやつが今つけてるやつですね。これを押すと、あ、トゥーン、めっちゃ楽だな。もう電源入れてここポッと押したらつくんだよ。もうみんなさ、 Bluetooth のイヤホンとかそういうの分かんないと思ってるかもしれないけど、めっちゃ楽でしょ本当に。え、これでもう本当使えるのかな、これで音楽流せるのかな。ちょっとなんか曲聴いてみましょうかね。あ、音めっちゃいい。あ、これ音いいじゃん。やっぱ全然違うわ。操作もしやすい。重低音がやっぱ全然違うね、いいやつは。いや、これだったらやっぱどこでもいける。いや、これ超いいわ。何がいいってね、高い音も出るし、低い音もね、下品じゃないんだよね。この1個前に使って壊れちゃってたオーディオテクニカさんより音がいい。あの、前も言ったかもしれないけど、一番このボリュームがちっちゃくてもすっげーでかかったの。だから、ちっちゃい音で聞きたい時とかっていうのが、正直ね、良くなかったのあんまり。でも音がめっちゃいいから、あの一番ボリューム低くしてやってたんだけど、これはあのちょうどいい、その静かな感じから大きい音まで出る。 YouTube でも見て遅延がないかっていうのを見てみようと思うけど、ほんのちょっとだけ遅延あるかな。いやでも、いやだいぶいい、遅延もだいぶない。いや、もちろんゼロって言ったら嘘になるんだけど、すーごい気にしてみないと遅延もないって感じるぐらいいいです。いやこれはもう最高でしたね。これのいいところはもうさ、リモコン部分とかも含めて超ちっちゃくなるから、これはもう基本的にずっとカバンとかに突っ込んでおいて、イヤホン忘れた時に使えるようにしておいて、もうこれから基本これですよ。装着した時のフォルムもどうです？いいですよね。見えない、ちょっと見えないんですけど、僕にはこれ、後で編集してる時に見えますけど、ここのやっぱフォルムとかもかっこいいっすよね。あと、ここも、こういうところもさ、ちょっとヒゲがいっぱい入ってて汚くてごめんですけど、その、いちいちかっこいいんで、テカテカしてたりして、いちいちかっこいいでしょ、この紐、このイヤホンにつながってる部分とかも。これをつけて、これからはあの生きていこうと思っております。はい、ということで、ね、今日はね、こちらのなんと修理に出したら新品になって、最新機種かな多分が帰ってきたよっていう、お話でした。皆さんもよかったらこちらいかがでしょうか。で、最後ちょっとだけどうでもいい小話しとくとね、さっきね、俺コンビニ行ったのはさっきって昼間なんか当たってさ、セブンのこの双剣美茶、とにかくこれ当たったから、あのこれ変えてもらおうと思ってね、あの、あ、すいません、これ大丈夫ですかって言ったらね、そしたらさ、もう分かっちゃいたんだけど、そこの店員すっげー丁寧なんだけど、喋り方がさ、なんか全部口に出すの、買ったものとか、その他のお客さんに全部バレちゃうから、ね、あんま言ってほしくないじゃん。その例えば LG21 買った時とかさ、 LG21 1本2本3本みたいな感じで、そのお、こいつすげえうんち出してんだなみたいな感じになっちゃう。例えばだけどね、それ以外にもなんかわかんないけど、なんかプリンをさ3つ買った時とか、ちょっと恥ずかしかったりするじゃないね。うまい棒チーズ味2本とかさ、コンポタージュ味も2本とかって全部読み上げるんだよ。で、この人にこれ渡したら、あの、はいはい、何ですか、どうですか、これは何ですかとかって言い出してさ、うるせえなと思ってたのよ。そしたらさ、あ、お客様とかって言われたから、なんだなんだなんだよとか言ったら、これはローソンでは使えませんよ、これセブンイレブンのカードなんですね、すいませんとかって言われてさ、まあ、まあ自分のミスなんだけども、これ間違えて、これまあ、その時点ですがまあ普通にそんな、ただ恥ずかしかったんだけどね、これ間違えてこれローソンで出しちゃったの。超恥ずかしいのに加えて、そのお姉ちゃんがさ、おばちゃんかな、もうこれはセブンですねとか言って、これはすいませんけど使えませんとか言って、こうテーブルにスッと置くわけよ。なんかその、俺から距離の遠いところに置くわけ。まああんまりガッツって返してっていうのも恥ずかしいからさ、あの返してって言わなかったんだけど、でもお会計が終わってずっとここに置いたままの、俺最後にさ、いや、その、あ、すいません、そのカードそう言うのも恥ずかしいよ、これもただだからさ、言わなくてもいいかなと思ったんだけど、その人俺に返すの忘れて、なぜかポンって置いてるから、あ、すいません、このカードって言ったらさ、あー、このセブンの、あの、お間違いになったこちらの、あの、すいません、ごめんなさい、お返しいたしますって言われてさ、後ろに並んでたタクシーのもう おっちゃんとか笑っちゃっててね、恥ずかしい思いがしたんでね、皆さんにお伝えしたいのは、あの、絶対にね、間違えてこれローソンで出さない方がいいですよっていう、あの、そういったお話です。こちらの当たりねの話、まあお話としてはまあ外れだったかもしれませんけれども、まあ僕はね、これゲットできて嬉しいんで、あの、お許しくださいと。お許しくださいもよくわかんないけど。ね。はい、今日もどうも見てくれてありがとうございました。それでは、バイバーイ！ゆうやでした。
これほんとめっちゃ嬉しいわ。これから毎日これを、ね、帰りもこれを聞いて音楽聞いていきたいと思います。で最後はね、俺がこれで一曲歌いますんでね、何の歌を歌ってたのか、何の歌を歌ってたのかっていうのを、分かったらコメントください。あ、間違えた、早回ししちゃった。ごめん、早回ししちゃった、曲変わっちゃった。あ、音めっちゃいいな。ドゥンドゥンドゥン。あー、いろんな音ちゃんと聞く。ドゥン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 。はい、分かったんでしょうか。それではバイバーイ。じゃん。ふう。今はもう夜10時過ぎで事務所に一人だからね、俺ね。本当に最後まで聞いてくれてどうもありがとう。バイバーイ。